ず肩幅ね、肩幅の状態でゴムが伸びた状態、伸びた状態を保って、はい、でまず低い状態で構えます、はい、で構えてそこからまず一番気にせないかんことはまずこのゴムが伸びた状態を保つこと、はい、保つことで保って真横に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 常に同じ一定の幅に戻っていく、足だけで言えば、足だけで言えば、でその時のつま先の状態は常に動いてないよね、安定よね、はい、でこれがこういう風になるってことはこれな何をやってるのか分からんよね。まず普段使わない前とか後ろの動きが多い人間の私生活の中で横の動きを加えてあげる、横横横でつま先をまっすぐで、最初は多分自分が目線を見てあげないとできない人が多いと思う。でもこれを自分の体がどうなってるのかっていうのを見なくても見なくてもこういうふうにこういうふうにつま先がまっすぐ安定してる状態を保ってあげる。でもう一つステップアップすると肘がしっかりと触れてる状態、これがこうなってくると考えて動けなくなったりとかいうのがあるから、とにかく自分の体を自由自在に操りながら正確な歩数を刻んでいくこと、この動きをしっかりと向こうまで行ったらこっちまで戻っていく、同じリズムで同じリズムで、はい、はい、はい、やってみよう。はい。